サントノレ通りハックサントノレ通りのプラークサントノレ通りとはフランスパリの市内中心部セーヌ川ウガン一区にある通りである一部ハックに差し掛かる中世後期の時代からパリ市内中心部を東西に走る歴史的な通りでもあるパリ一区東側から順にフォーラムであるビクトワール広場パレロワイアルルーブル美術館チュイルリー庭園 バンドーム広場などに囲まれたセーヌ川右岸のパリ中心部を東西に走る。一区東側のアル通りから、コンコルド広場とマドレーヌ寺院との間をつなぐハック内のロワイヤル通りに差し掛かり、ロワイヤル通りを挟んでさらに西側方面へ進むと、シャンゼリゼオ通りと並行してエリーゼ宮殿前を走る。フォーブールイコールさんと乗れ通りに続いていく。 フランス発の高級ブランドだけでも、このサントノレ通り界隈一帯には、シャメル、ロンシャン、モラビト、ゴヤール、エルベジャプリエ、クロエ等が、本店等を構える。バンドーム広場付近には、カルティエ、ブレゲ、ブシュロン、ショーメ、バンクリーフ&、アーペル、メレリオディメレー、モーブスサン、またカール・ラガーフェルドが入るセレクトショップのコレットがあり、ルーブル美術館から、 北東側である地区方面にはビクトワール広場に、建造、道広場から、南東側フォーラムである界隈には、クリスチャン・ルブタン、アニエス・ベートが、本店等を構える。さらにロワイヤル通りを挟んで、フォーブール・イコールさんと乗れ通りに入ると、バカラ、イブ・サン・ローラン、ドミニク・シロ、ランバン、エルメス、ランコム、レオ・マルシアーノ、ピエール・カルダン、ソニア・リキエル、ティエリー・ミュグレー、 モロー、ロジェビビエ、モンクレール、パティスリーのダロアイオ、ラメーゾンデューショコラが、本店等を構える。さらに、このフォーブールガーでは、グッチ、プラダ、ドルチェガッバーナ、カルティエ、シャメル、ジバンシー、ジョン・ロブ、ラペルラなど、お馴染みのブランドがいくつも、界隈で店舗を構える。また、香水のウビガンもこのフォーブールイコールさんとの例通りが、発祥。このように、 サントノレ通りからフォーブールイコールサントノレ通りまで続く周辺界隈はフランスの世界的な高級ブティック等の本店が立ち並ぶ世界屈指の高級ブランド街を形成している。またサントノレ通りには子供服のミキハウスやトラヤの台は幼児山本などフォーブールイコールサントノレ通りにはコムデギャルソン 一世三けなど、いくつかの日系企業内し店舗も路面店を構えている。パレロワイアル南側ファサード西隣のコレット広場。建物は、コメディフランセーズ。以下、番地順に記載。以下、通り東側で、ある地区、フォーラムで、アルカイワイレアル通りとの起点から、通り西側八区内で接続する。フォーブルイコールさんと乗れ通り方面へと。 順々に記載。ありがとうございます。